お疲れ様です。ヨウです。 You は何しにアメリカへで、今回はカリフォルニア州のガーデナっていうねシティに来てます。でね、今日のゲストはね、僕の古い友人なんでね、ちょっとこのままこれから家に嫁してみたいと思います。こんにちは。Yes. Hey. Smoke one for the West Side. はい。来たね。来てましたよ。例のやつ。はい。ちょっといいですか。うん。あのちょっと自己紹介からお願いします。外でやろう。外で。じゃあよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、リンダビンゴって名前でラップしております。リンダビンゴさん。はい、よろしくお願いします。本名は慎吾ちゃん。本名は田村慎吾です。はい、よろしくお願いします。はい、年齢聞いていいですか。年齢はですね、41歳になりました。じゃあ慎吾ちゃんのアメリカ歴を教えてください。アメリカはですね、1997年に来て、25年ぐらい。25年ぐらい。おー、結構長いですよね。で、今職業は。今はラーメン屋さんやってます。ラーメン屋さん。ラーメン屋さん。名前とかも聞いちゃっていいですか。名前はカイラーメンって言ってます。カイラーメン。カイラーメン。KAI。KAI。のウェストチェスターっていう空港の近く。LA 国際空港の近く。何ラーメンの。豚骨と、うん、チキンと、うん、まあ、あとベジ。ベジっていうのはその、動物系のこれがね、そうそうそう、ビーガン豚骨ラーメンっていうものがあってどういうことみたいな。でそこで仕事は何をしてるのか。俺もキッチンで。キッチンで。じゃあラーメン作ってる。もうやけどとかもう、うんうん、日常もう手なんか変な腫れるとか。空港ら辺でラーメン屋だったら客層とかは何人とかが結構。白人が結構多いんだ。白人、アジア人、アジア人と、アジア人も多いかな。じゃあ、 アメリカの好きな食べ物とかあれば。タコス。タコス。タコスやっぱね、タコスが好きじゃなかったらカリフォルニアライフがここまで好きになれてないかったかな。うん。慎吾ちゃん今独身ですか。今独身ですね。バリバリの独身ですね。結婚歴とかは。結婚歴もないですね。今彼女とかは。彼女もいないですね。で、まあ、慎吾ちゃんじゃあアメリカに来て25年っていうことですけど、出身地は。出身は埼玉県東松山市でございます。海なし県から海の向こうへぶっ飛んだ弾丸、カリフォルニアでかいか。リング・ザ・ビンガー、お届けショータイム。アメリカに来たきっかけを。アメリカに来たきっかけはまあ、ただ親にくっついてきただけって感じですね。15歳の時に。15歳の時っていうことは。そうそうそう。じゃあこっちに来て高校にも行った。そうだね、日本の高校に入って1学期終わる前にこっちに来たみたいな。うん。でアメリカは日本でいう中学3年が高校1年だから4年あって、うん、だから中学3年の日本で取った中学3年のやつをなんかトランスファーして。トランスファーできて、ちょっとでも15歳で初めてアメリカに来てなんか思ったこととかギャップ感じたこととかありますか。いや自分が中学校の時その、うん、まあ結構中学校塾とか何気に真面目に行ってたし、うん、とにかくできると思ってたから、うん、でこうパッと初めてのねその ESL ってイングリッシュアズセカンドラングイッジ、だからそのローカルのハイスクールだけど英語できないやつをインターナショナル人間を集めたクラス、うんうん、英語のクラス、うんうん、でそこで「はいエビバリ」っつって先生が、うんうんうん「ニュースチューデントだ」っつって「お前名前 What's your name?、うん」あ「What's your name? 来た来た来た知ってるよ What's your name? 慎吾だ」っつって、うん、次来い何でも来いっつって「Where you staying?、うん」where you staying at?、うん」どこに住んでるのって聞かれて。そう「Where you staying?」「Where you
ってなって、うん、そこでもうクラス全員の前でこう赤面して、うん、最初ね、うーみたいな、ね、みんなね、まあ、あれが最初から、あね、やっぱみんなそれは体験するっすね、恥ずかしい思いはね、あれはもう、この辺の高校？あ、それはもともとあのサンフランシスコ近郊の方の、あそこも親の仕事の都合かなんかで行って、そこのシリコンバレー。生徒の人種とかはやっぱね、エイジアンがすごい力があった。あ、もうエイジアンギャングいたよね。でも当時やっぱ、うん、学校に学校に、うんうん、で、みんなあのおーし、おーしみたいな速い、速い車をね、そうおーし、おーしカーブつける車をねそういうのが流行ってたんだ。で、当時は、うん、こうみんなこう超刈り上げで、うん、なんかここ、こうピッコロみたいにこう2本だけピッコロはこうかあの触覚みたいな感じ。そう、触覚みたいにこう2本だけこう長くなってたね。あで高校ってあれでしょ、もう制服とかないんでしょ。こっちは制服はないよね、うん、高校はなんか日本の校則とまた分かんないかもしれないけど、こっちでなんか違和感みたいな、厳しくもないでしょ。ないね。だからもう日本でいう多分大学みたいな感じで。給食とか出るんですか？給食は出ないですね。出ない。売店があるだけ。あ、売店があるんだ。そうそう、じゃあもうみんな買って食べるみたいな。そうです。まあ自分で家から持ってくればいい。あのお金はかからないし、うんうんうん、まあ俺の場合は親から5ドルもらって毎日、うん、1日5ドルで、うん、でそこで、まあ、2ドル50とカップラーメン75セントで使って、でソーダ買って1ドル50か2ドルぐらい浮かして、それをなんかあの毎日貯金してたみたいな2ドル50で何このサンドイッチ。あ、ピザ。ピザ。あ、ピザ。ピザ1枚で高校でなんか恋愛とかしたことは？高校で恋愛はないね。ないの？なかったね。そんな余裕はなかったね。うん、なんかパーティー行ったりとか。あ、なんかあの高校の行事でその誘うやつがあったから。誘うやつ。誘う。なんかものによっては女の子が男を誘うイベントと、うん、ものによっては男が女を誘う。それはグループで。いや、個人が個人。そういうのあるんだ。そうそうそう。だからその時期になると、なんか男が花束持ってこう僕のパートナーというかね、うん、ちょっとあのイベントにパートナーになってくれませんかとか。あ、じゃあそれもじゃあ花束持って。そうそう、うん、でなんか、あ、誰が誰に断られたらしいぞとか、うん、そういうのが言ったりとか。あ、なんか、ね、映画でちょっと見たことあるかもね、うん、あ、そんな本当にあるんだね。そうそう、ホームカミングとか、うん、セイディースとか言ったから、セイディースとかっていうのは確か女の子が誘うやつで、うん、であと卒業前にやるやつがプロムで、これプロムってやつもまあ行ったんだけど、うんうん、でまあこの子と、まあ、卒業してちょっとした後、まあ付き合ったりはしたんだけど、うん、あ、そうなんです。うまくいったんだね。じゃあその後ね、うん、そうそうそう、でまあそういうこともあったんだけど。でも高校生活でね、なんか辛かったこととか。とやっぱりまあなんつうんだろうな、あの当時はやっぱり子供と喋ることも怖かったかな。うん、何喋ってるか分かんないから。うん、で子供って素直だから、うん、ねえねえママこいつ何喋っても分かんねえよとかさ全然英語できねえよこいつとかってさ子供ってあるじゃん。あ、まあね、残酷だよね。そう、残酷だ。ああいうのが、ああいうのとか結構怖かった。だから、うん、なんかだから結構本当にもう存在がなかった。英語はどれぐらいからなんかもういけるなみたいな。夢で、うん、何度もこう英語でファイトバックしようとするんだけど、うん、できない自分がいて、うん、ってなって夢の中でだよ、うん、だけどそれが初めて夢の中で英語でなんかちゃんと英語でトークバックしてた時に、うん、あっつって俺もついに来たかって。それが5年ぐらい、うんうんうん、5年目ぐらい。もうちょっと話変わっちゃうんですけど、じゃあアメリカで体験した怖い思いとかありますか？友達の親が経営しているビデオ屋さん、当時のビデオレンタル屋さんがあって、うん、でそこ鍵あるから夜そこ行ってビデオ見ながら酒でも飲みましょうよって、で夜中2時3時にやってたら誰か人がビデオ返しに来た時にドアが開いてるってこと気づいて、で通報されて、うん、でお巡りさん6人ぐらいに囲まれて、うん、拳銃でこうやって銃向けられて、うん、おいっつって、お前っつって、
赤ちゃんのように張ってこい赤ちゃんのように下を向いてお尻を向けながら俺に張ってこいポリスに言われて、でもポリスも 6丁ぐらいガン向けられながら怖で、その後にこう後ろで手をやられて、うん、他なんか誰がいいんだっつって、俺の兄貴とそのお店の息子がいるっつって、うん、名前なんて言うんだっつって、うん、お前ら出てこい。OK です。ありがとうございます。じゃあなんか、しんごちゃん、PR とかでは、はい、なんかお願いします。やっと来ました、PR タイム。ここでお届け、ショータイム。俺がリング・ザ・ビンゴ、またの名を、アメリカの田村君。田村イン・アメリカ。まず、クォーター・センチュリー住んで培ったこの経験からなす、間違いねえものを皆さんに見せ続けていく。2022年、まだまだ始まったばっか。これフリースタイル、別に振られてもいない。酔っ払ってるけど、こんな時しかしない。LA ダブスと会ったの、かれこれ10年前。確か俺はトラックやろう。荷物を取りに行った。あの時こんな24インチのウィールの中に乗ったりして遊んだ、アイスバケット、かれこれ懐かしい記憶遡る。そして今こうやって YouTube でコラボレーション、もうちょっと続けていい？あ、ごめん、もうちょっといい、ね、じゃあ YouTube もねやってて、最近更新してる？やっとね、4週間前かな、もう、すみません。アメリカの田村くんね、やっと11本ぐらい上がって、ね、皆さんよかったら、フォローしてください。よろしくお願いします。概要欄に、ね、貼っておきますんで。そう、ね、今後の夢とか目標があれば。やっぱりあなたの記憶に残りたい。じゃあ最後に視聴者に一言も。じゃあ、もうやっぱり行きたいように生きていってください。皆さん、空は美しいです。毎日ね、どんな空なのかな今日はってね、見てね。そして朝起きたらやっぱありがとうございますだよね。もう人生大変ですよ、毎日がエブリデイ。ありがとうございます。いや本当に、いやー、しんごちゃんこれね、動画長いよ、40分以上になっちゃってね、かれこれ ね、ビール何本飲んだんだよって話だからねこれね、多分編集したらね、10分15分ぐらいに多分切っちゃうから。そうやね、もったいないよね。もったいないから、何のために俺は喋ってたんって話になってるんだけどで、これでもしね、なんか面白かったって人いたらね、もうあれカットなしのやつをね、そのまましんごちゃんの方にね、動画でもう上げちゃいましょう。これそれもいいね。うん。じゃあもう丸々もらってね。そうそうそう、もう。ノーカットバージョンを、じゃあ俺の方であげよう。あげて。あ、それいいね。はい。OK。だったら見てください。じゃあよかったら見てみてください。すいません、つまんない話ばっかりで。いいよ。よろしくお願いします。じゃあ大丈夫ですか、これで。はい。ありがとうございます、ジムちゃん。じゃあ、お疲れ、ショータイム。ありがとうございます。